お元気ですか、ボクシムです。今回はエポック2024横浜 DeNA ベイスターズプレミアエディションベースボールカードの開封動画でございます。こちらは昨日の、ヤクルトと同じように、1パックカード6枚入り、1ボックス5パック入りとなっております。それでは早速、開封していきたいと思います。はい、それでは早速ね、5袋やっていきたいと思います。まずは、1袋目でございます。森原康平投手でございます。佐々木千早也投手でございます。ロッテから現役ドラフトで加入しました。武田陸外野手でございます。太田太一外野手でございます。で、渡来勇樹外野手でございます。で、三浦大輔監督のこちらね、これは、白サインカードでございます。こちらはね、25周でございます。これは銀箔なのか、銀箔なのか分かりませんがね、多分これ、白サインカードだと思います。続いてね、2袋目でございます。近藤大が捕手でございます。で、三浦大輔監督でございます。こちらはね、ノーマルでございます。森圭と内野手でございます。で、宮崎敏郎内野手でございます。で、ルーキー出ましたね、直筆サインカード。石上大輝内野手のこれ直筆サインカードでございます。こちらね、20周でございます。はい、続けていきたいと思います。浜口春弘投手でございます。続けて、いきたいと思います。3袋目でございます。近藤大が捕手でございます。で、三浦大輔監督でございます。森圭と内野手でございます。山本雄大捕手でございます。宮城大太投手でございます。で、牧秀悟内野手でございます。4袋目でございます。石上大輝内野手でございます。さっきね、石上っていう、石上選手と言いましたけどね、正式には石上選手でございます。失礼いたしました。アンソニー K 投手でございます。大貫慎一投手でございます。清水マナト投手でございます。で、石田雄太郎投手のね、こちらがね、銀箔だと思います。90C でございます。で、小笠原颯、内野手でございます。最後の5袋目でございます。JB、ウェンデンケン投手でございます。で、発音が悪かったらごめんなさい。伊藤光、捕手でございます。アンドレ・ジャクソン投手でございます。で、松尾志音捕手でございます。こちらがね、金箔だと思います。こちら75シリでございます。で、松本亮斗投手でございます。で、最後は、
宮城大多投手でございます。以上で、エポック2024横浜 GNA ベイスターズプレミアエディションベースボールカードの開封動画、5パック終わりたいと思います。今回はですね、久しぶりのね、ルーキーの直筆サインカードが出ました。で、明日もやります。明日はですね、BBM、埼玉西武ライオンズの、2024年のカードを前編と後編に分けてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、あとですね、私のサブチャンネル、僕の料理チャンネルでは、夕飯動画、毎週水曜日に行われています。試食動画、あと気まぐれでやっておりますチョコボールチャレンジをやっておりますので、もし興味のある方はね、あのリンク下の方にも貼ってありますので、よかったら見に来てください。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。